こんにちは。山形県酒田市の山形オートリサイクルセンター社長の伊藤と申します。新車購入をご検討されている方も多いと思いますが、実際にディーラー販売店で現在乗っている車の下取り査定をすると0円だったということがよくあります。廃車というともともとお金がかかるイメージをお持ちの方も多いので、0円だったら逆に得した気分になってついついそのまま引き取ってもらうことになりがちです。しかし実際にはディーラーや販売店は引き取った車を我々解体業者に転売し利益にしているので、結局はお客様は損することになってしまいます。新車買い替えの際はぜひ当社にご相談ください。何卒よろしくお願いいたします。